こんにちは。こんにちは。はい。はい。今回、まあ、前回のキャンプシリーズになるんですけれども、2枚の写真を入手したということで。何そのUFO を持ってる人みたいな。極秘写真をですね。今回、キャンプで、はい、まあ、いろんな球団もあったじゃない。はい、まあいろんな驚きあったよ、はい、例えば西武の山川がもう6時近くまで打ってるとかさ、はい、あやっぱり打ってんだとか、はい、まあいろんなことの驚きはあったけどさ、はい、やっぱ本当に試合じゃないとわからないことで驚いたことがあって、はい、中日 DeNA のオープン戦の時にびっくりしたのが守備位置なんだよ。守備位置、はい、言えば高橋周平、はいはい、想像できる相手の、はい、相手っていうか中日のバッターで、まあ、想像できるよね、はい、ちょっと目でお前内野手出身だよな、はい、ちょっとポジション変えてみ、高橋周平のセカンドだけですか、内野手。いや内野手全体で、なんて言うんだろうな、はい、ちょっとレフト側に寄るね、寄るっていうイメージですね、うん、引っ張りというイメージはもうないかな。俺びっくりしたな、赤かし、はい、高橋周平のところにさ、はい、おう、怖っと守る。えちょっと待ってください、サード線がガラキなんです。これがサードっすか。サードサード、三遊間に守ってで、ショートっすか、俺、うん、こんな感じで守るんだよ、超極端っすね。極端なんだよ。オックスフォードの、はい、オックスフォード、はい、大学のアメリカですよね。アメリカのそのデータを解析する人が解析したシフトがこれ、はい、飛ばないっていうんだ。絶対にそこは飛ばないってことですか。で、俺最初にさ、守備位置極端だなと思ったのが、はい、平田、右バッター、はいはい、平田の時はここに、ここら辺ぐらいに守ってるんだよ、サード、サード、うん、平田、はい、これ、まあ平田の時、あ、平田で、平田が三遊、こっちに打ったんだけど、はい、宮崎がこうやって回り込んですぐアウトにしてるんだよ。外野手はどうなのかというと、逆に振ってるんだよ。あー、なるほどなるほど、なるほど。で、内野はこっち、外野はこっちみたいな。はー、極端っすね、それ。めちゃ極端っすね。もう寄らせるなら全部こっち寄らせますから、どっちか。確かにそうだ、うん、それは、俺サッカーのフォーメーションを思い出したんだよ、はい、ほう、サッカーのフォーメーションさ、はい、例えば、まあこうあって、ここゴールだよね、はい、で、フォーバックとするじゃん、はい、フォーバック、そしたら配置はボランチがこの隙間に入れていくんだよ、はい、これをカバーできるよ、はい、だからそれを思い出したよ。なるほど。だからこっちに寄る分外野手がこっちに寄って隙間を埋めていってると。はあ、なるほど。でもまあある程度ヒットコースには飛んでんだけど、はいはい、楽勝に取ったから、ちょっとバチッと決まったってことですね。決まってる、これ DNA が取り入れてるってことですね。試しに、まあ試しにだろうな、まあ、だからシーズン入ってここまで極端のシフトを取れるかどうかっていうのは分からない、分からないけど、オープン戦の時はやっぱ試してるんだよ。はー、すごい。で、2軍は東京工学部の、東京大学工学部、その人たちがピッチャーの回転数だとか全部いろんなデータをいろいろ入れてて、なんかこう打ちにくい球とかそういうのを解析してるらしい。いや来たよ AI、 すごいっすね本当に。いやいや、だからこのシフトがハマっていけば、はい、すごいと思うよね。確かに。いやー、すごい。だから昨年の日本シリーズなんかは、はい、なんかソフトバンクが AI を導入したっていう話だよね。はいはいはい。だから打撃フォームもヘッドスピードとバットの出し方はここっていうふうに決めれば、はい、ある程度の打球の角度、はい、20度ぐらい、20度で150キロぐらい、はい、あの打球の初速があればヒットになる確率がものすごく上がるんだ。だから そこのスイングを練習するとか、はい、もうね機械的になってるから。いや、すごいな。だから DeNA が最初これをパッと見た時に、はい、と思ったもん。普通に高橋周平っていうふうに考えると、はい、
逆のシフトを引こうとするでしょ、はい、これがやっぱ固定観念だとかイメージなんだよね、はい、でも数字による解析はこうなんだ。いやだからもうね、キャンプで驚き、はい、桃の木、山椒の木、はい、おーだね、まあ、で、やっぱ AI 導入、はい、これ各チーム進んでいってるよね、多分。いやこんなにサード戦を開けたらって、はい、な聞いたら飛ばないって言うらしいいやもうデータでは飛ばない絶対飛ばないと、いやだからこのピッチャーとこのピッチャーと力量とかもや計算するんだもん、相性もあるけどってですね、もうそれで出してるんだもん。いやすごいっすねこれは。だから皆さんも固定観念を外して、うん、見た方がいい。確かに素直に受け入れた方がいい。うん、このチャンネルもだから AI 投入しましょうよここにある。ああ、ちょっとお前ら何にもなんかおたけびだけでそうですねっていう言葉出てこない